皆さんこんにちは、空鳥ラジオの時間がやってまいりました。3月18日月曜日ですね。空鳥月曜ラジオとしては80回目ですかですけども、今日もゆるっとお届けしていきたいと思います。このラジオでは、空鳥のピアノ担当の、私吉野ルカが、空鳥の最新情報やまた、皆さんからいただいたお便りや近況などですね、ゆるっとお届けしてまいりたいと思っております。結構ですね、今週というか、土日ですよね。特にこの前の土日は暖かくてびっくりしましたね。まあびっくりというか、まあもう春本番かみたいなね、天気でだいぶびっくりしましたね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしたでしょうか。それと打って変わってというか、今日は少し寒い、風が強いですね、関東では。それでまた週末というか、水木金木金あたりにかけてちょっと冷え込むっていう、なかなかですね、こう春になったと思ったらならない、で冬かと思ったら結構本格的な春みたいなですね、なんでやねんってツッコミ入れたくなるような感じですよね。なんかツッコミどころ満載のお天気模様というか空模様な感じがしますけども、体調管理とかね、あとは花粉のこともあって結構大変なんじゃないでしょうか。一言みたいで言ってますけどね、別に一言ではないんですけども、まああんまり自分事として捉えすぎると大変ですから横須賀線さんは第80回おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうか皆さんのおかげですね。ジェームズさん、こんにちは、こんにちは、いつもありがとうございます。ユミコジョイさんおめでとうございます。今日は寒いですね。そうなんですよ。昨日と比べると寒いですよね。ベルベットさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。80回も積み重ねてきたっていうのも結構あれですけどね、そのなんていうか、まあ皆さんと楽しくお話ししてる間に80回が経ってしまったっていう感じなのか、毎週あんまり特に深く考えずに、なんていうのかな、おしゃべりをしていたら80回というか、まあもう80回とも言えますし、まだまだ80回とも言えますね。やっぱり継続のコツっていうのは頑張らないことというか、ちょっと頑張らないことっていうのは語弊があるな。継続のコツっていうのは それを頑張るっていう風にすらしないことですよね。当たり前のことのようにやるっていう、だからですね、やっぱりこう気合い入れてなんかやるぞとかって言うてるうちは、続かなってないっていうことです絶対それはそんな気がしますけども、ラジオはなんて言うんですかちょっと今話が飛んじゃったら、なんだっけ、そう、まあだから楽しくそう楽しくゆるっとコメントでいただきましたけどもね、続けることがてか やれているので、続いているっていうことですね。はい、本当に感謝です。ここ最近空鳥ラジオでどんな話をしてたかっていう、ちょっと前回の振り返りからいきたいと思いますけども、最近はですね、ここ最近、お久しぶりの方はぜひ聞き返していただきたいのは、白熊先生が月1回来てくださるっていう話でね、2月にも3月にも、3月というか先週に来てくださってですね、それはそれは楽しかったですね、本当に。なかなか非常に
楽しい時間でしたけども、で、今どんな話が結構してるかというと、月曜ラジオではですね、関西トークとかつってですね、関西弁とか関西あるあるみたいな話で結構盛り上がってました。関西人の友達がおるよっていう方から、またネイティブの関西人の方からですね、いろんな情報をお寄せいただいて、ああ確かに確かにみたいなので結構盛り上がりました。またですね、空鳥グッズの感想ということで、CD アロマグッズなどのですね、ぜひ皆さんの使った感想や、またプレゼントした時のお話など、そういうのもお待ちしております。3つ目、春の気配、春の予感ってなってましたけど、これ入れ替えましょうか。だからそろそろこの出会いと別れの季節、あるいは新年度とかってしときましょうか。はい、ね、もう卒業式とかも終わって、春から大学生になったり高校生になったり、あとはまあ社会人になったりとかですね、そういう節目を迎えている方も結構この時期っていうのはこうそわそわするというか、まあバタバタしますよね普通に。あとは移動があったりとか、あとは何かこう生活のですね、場所とか状況が変わる方も結構いるんじゃないでしょうか。ということで、出会いと別れの季節、あるいは新年度ということで、お便りをお待ちしております。ちょうど1年前ですね、ちょうど1年前白熊先生が徳島に赴任することになって、まさに別れの季節だったわけですけども、なんか1年ってあっという間ですね。なんかもうちょっとね、これ私視点の話ですよ、もうちょっとなんかこう寂しいっていう感情が湧くかなと思ったんですけど、そんなことはなかったですね、私としては。寂しいっていうよりはちょっとなんかこうやるせないっていう感じはありましたけどもね、なんかやるせないっていう感じはあったけども、なんか寂しいとかっていうことはなかったですね、あんまり。まあ空鳥としてはその本格的に白熊先生とね、長井くんと私それぞれ別の場所にいて活動を続けることになって、それが可能かどうかっていう、そういう実際的な問題に関してはかなり不安というか、大丈夫かなと思うところはありましたけども、まあでも本当に守られて導かれてですね、そんなまあなかなかね、それは会いたいと思いますよやっぱり。でもまあうまいこと続けることができてるっていうのはありがたいですよね、本当にね、それは本当にそう思います。まあなので出会いと別れの季節というか、まあなんだろうな、センチメンタルな季節ではあるんだけどもそこまで自分がそうなるかっていうと、まあそんなことはないですけどね。はい、ゆみこじゅんさん、場所は離れていても心は一つですね。そうですね、私やっぱりあとはその一緒に何かをやってるっていうのが大きいんだと思います。どれだけ仲良くてもやっぱり場所とかやってることとかが離れてしまうと、まあどうしても心の距離も離れていきますよね。でもやっぱりこれがそのなんていうのかなこう一緒にやることがあるっていう前提があるのがやっぱりこの関係性を続ける上で結構大事だと思うんですよね、人間は。あやさんこんにちは、仕事のお昼休みに聞いています、こんにちは、いつもありがとうございます。で何の話かというと、まあそう出会いと別れの季節でしたねっていう3月が、私もまあ昨年ね3月に大学院を卒業して、でちょっと働き方というか動き方が変わったりして、やっぱりこう自分ではそんな意識してなかったですけど、この時期ってやっぱりこうゆるっとやってるつもりでも体とか心に負荷がかかるというか、まあ別に負荷が全部悪いわけじゃないんですけどね、そうまあやっぱりある程度ストレスフルというか、まあそういう気はしますよね。まあ全然
それはしゃあないなっていう気はするんですけど、まあなのでそういう時期だからこそまあゆるっと行きたいなと思うわけです。なんせ天候がというかね、天気がねゆるっとさせてくれませんからね、最近この花粉症、ちょっと花粉症のお便りとか聞いてみます。皆さん結構いらっしゃるんで、花粉症どう乗り切るとかね、言いますか。はい、お便りテーマ入れ替えておきました。ツラトリグッズの感想、そして2つ目、花粉症どう乗り切る、そして出会いと別れの季節、あるいは新年度ということで、3つ、ちょっと新しくしておきました。ぜひお便りやコメントでも教えてください。私は個人的には3月、まあこの時期はそんなねめちゃめちゃ来ないんですよ。多分5月ぐらいが一番こう来るんですよね、花粉症っぽいやつっていうのは。なんですけども、結構大変なというかね、方にとってはもうね、目も鼻もぐじゅぐじゅとか、なかなかもうあとは喉痛いとかね、他のこうところにもこうつながったりもするわけですから、なかなか大変ですよね。なんかどうやって乗り切ろうっていう、これ結構皆さん抱えてらっしゃることかなと思うので、ぜひ何ですか、私こうしてますとかね、ティッシュ鼻に詰めてますとかね知らんけど、はい、お待ちしてます。ね、いつからこんなことになってしまったんだろうみたいなね、感じがしますけども、はい、いただいてたお便りいきましょうか。ペンネームミントさんからいただきましたフリーメッセージです。前回のラジオで私のお便りを読んでくださる中、イコカのキャラクター、カモノハシのイコちゃんもご紹介くださいましたね。ルカさんはカモノハシ好きなんですね。私もカモノハシ大好きなので嬉しいです。おー、これも前回話題に出た共通点ですか。ということで、今日はミントの大冒険、カモノハシの脇を聞いてください。いいですね。10年前。10年前ですよ。何十年とかね、10年前です。亭主のオーストラリア出張に同行した時のこと。シドニーでの、お昼間、彼は仕事、私は一人で街歩きに出かけました。挨拶程度の英語力を駆使し、公共交通機関を乗り継ぎ、憧れのタロンガ動物園の入り口になんとか到着。起伏に富んだ広い園内をずんずん歩き、一番会いたいカモノハシを目指しました。カモノハシは夜行性。私はこのぐらい展示室を手探りで進みますが、一っ子一人出くわしません。不安でいっぱいになりつつ、ようやく、カモノハシの水槽の前に座り、一人展示の時刻を待ちました。いよいよその時が訪れ、さて現れたのはカモノハシではなく、なんと動物園のおじさん。カモノハシは今日お休みだよと私に告げるのでした。私はがっくり胸弾む期待が打ち砕かれ、あんなに呆然自失した経験はありません。私が、カモノハシに会えたという結末でなく、皆さんごめんなさい。いいですね、ちゃんとオチがある。めちゃくちゃいいオチがあります。これあれですかね、一っ子一人出くわさなかった理由もやっぱりそんなところなんですかね、なんて思いましたけど、さて現れたのはカモノハシではなく、なんと動物園のおじさん、なんでやねんみたいなね、ずっこける感じですけども。はい、残念ということで、カモノハシエピソード、まあならぬカモノハシのおじさんエピソードというんでしょうか。でした。カモノハシって哺乳類なのに卵を産むんですよね。なんかどういうことっていう感じしますけども、なんかこう、まあ私個人的にはあのくちばしの感じとかですね、あのでっかい尻尾みたいな感じとか、あのフォルムが好きですね。なんかなんでカモノハシかっていうと、私は個人的には小学生の時にファッションセンター島村でですね
あの唐突な固有名詞ですけど、ローカルのファッションセンター島村で、なんていうんですかね、あれはあのサイズは抱き枕になるのかな、カモノハシの抱き枕を見つけて、それを買ってもろたのが、こう初めての出会いなんですけど、なんだこれと思ったんですよね。なんかアヒルとか鳥でもないし、かといってこうね、いわゆるそのポピュラーな動物たちのようなフォルムでもないし、なんだこいつはと思ったんですよね。めっちゃ可愛いと思って、それがこうカモノハシとの私の出会いですね。でその後は3X のですね、カモノハシカモっていうキャラクターがいるんですけど、それもすごい好きで、なんか一目惚れというかね、カモノハシかわいいみたいな感じで、そうで、それであイコカモ、イコちゃんやんって、まさにカモノハシなんですけどね、なんかそんな感じが個人的なカモノハシとの出会いです。なんていうのかな、皆さんもこうどうしようもなく惹かれる動物とかね、キャラクターとかそういうのあると思うんですけど、私にとってはそれはカモノハシなんですよねっていうカモノハシエピソード、ミントさんからいただいたお便りでした。ありがとうございます。あやさん、私は今の仕事先は3月29日まで、4月1日からは、別の仕事先に移動になります。まさに出会いと別れの季節です。いただきました。本当ですね、なんかなかなか今はもうバタバタしたりとかね、大丈夫かなとかいろいろあるかなと思うんですけど、本当にその守られて祝福されますようにお祈りしてます。朝メロディーさん、こんにちは。同じくお昼休み中です。こんにちは、いつもありがとうございます。そうですよね、ちょうどお昼時、私はだいたい月曜ラジオの後にお昼ご飯を食べることが多いので、皆さんのだいたいお昼の話とかご飯の話をこの時間に聞いて、ちょうどラジオ中にお腹が鳴り出すみたいなのがですね、だいたいいつもの感じですね。難しいんですよね、ラジオの前に食べるとなると11時半とかじゃないですか。そうなると、そうなると早いんですよねだからといってラジオギリギリまで詰め込むわけにもいかないですし、ね、私そんな朝早く起きれるタイプではないので、まあその辺も関係あるんですけども、まあちょうどお腹が今空いてくる頃なんですね。由美子ジョイさん、カワウソ好きもその流れですか。これは関係ありそうですよね。あんまり意識してなかったけども、ちょっと似てません？色味とかフォルムとか、まあちょっとフォルムすげえざっくりかフォルム似てるっていうのはカワウソもそう可愛いですよね。でも若干フォルム似てるような気がしますけどね。なんかこれはまあ関係ありますよ、やっぱり。でもやっぱりこう、まあ動物園そんな、じゃあ好きでめっちゃ行くかって言ったらそんなことないんですよ、正直な話。私はね、でもぬいぐるみが結構好きで、そういう動物というかのなので、その感じですかね、その流れで。やっぱりそうそういう流れで、やっぱりカワウソも歩きがしますね。はい、というようなところで、いただいた、カモノハシイコちゃんお便りでした。なんかイコカのそのイコちゃんのグッズも結構売ってますよね。私もティッシュカバー、箱のティッシュに、わかりますちょっと伝わりますかね、カバーするみたいなとか持ってましたね。イコちゃん可愛いですよねはい、じゃあちょっとこの辺でお知らせ行かせてください。今度の土曜日は空鳥の総学レクチャーステップアップコース第10回の学びが10回9回か
あ、すいません、第9回の学びの時が持たれます。今度はですね、理論と実践の出会いと題しまして、和音とコードネームというですね内容について、扱います。こちらどういう感じかっていうと、まあ実際最近の奏楽の現場で出会う楽譜というのはメロディーラインにコードが書かれたあのリードシートみたいなね形が多いかなと思うんですけども、コードは抑えれるけど、その例えば C って書かれてたらドミソでしか抑えられへん、なんか奏楽に広がりが感じないとかですね。あとは私コードは読めない、どうやって練習したらいいかわからない、逆もあると思うんですよね。コードはなんとか読めるけど、それ以上こうなんかこう楽譜に対するあの広がりっていうのを読み取れない、その辺って一番こう実践の場で困るポイントというか切実な問題だと思ってます。その辺を、詳しく扱います。で、その中でまあ課題曲というか実践的に曲も扱いつつ、そのじゃあその C って言われた時にドミソとかだけじゃなくて、それをどうバリエーションで弾けるようにしていくかっていう、そういう日々の練習の仕方についてもですね、詳しく取り扱っていきたいと思っております。まだお申し込み忘れてたという方、あるいはいやそんなん気づかんかったという方、まだ間に合います。ぜひですね、ご興味のある方、参加してみたいなっていう方、ご参加いただけると嬉しいです。お申し込みはですね動画概要欄から可能となっております。またホームページからも可能ですので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、レクチャーのお知らせでした。そしてもう一つお知らせさせてください。ちょっと画面を少々お待ちくださいね。切り替えます。はい、今ちょっと画面に出しておるんですけども、空鳥のですね、空鳥の公式オンラインショップではですね、3月17日から4月5日この、まあ、イースター復活祭の時期に合わせてですねスプリングセールを行います。イエーイ。今回じゃあどんなセール内容になるかと言いますと、ギフトセットがお買い得になります。具体的にはどんな感じかというと、アロマオイルですね、グレープフルーツとスイートオレンジの香りがありますけども、こちらとまたその各種 CD をセットで、お買い求めいただくことで、通常価格よりもかなりお得なですねセットとなっております。実際通販のページにはギフトセットもうそのまま片方ずつ選ばんでもセットでお買い求めいただけるような風になっております。まあこのですねこの時期にまあそれこそ入学とか あとは何ですかなんて言うんだろう、あとはそのそれこそね何かこうお祝いとかお世話になった人へのプレゼントとかにですね用いていただけると嬉しいです。このアロマギフトに関してはですねそれぞれに特別な BGM がついております。スイートオレンジ、グレープフルーツともにその香りに合った限定 BGM を私と、永井くんが書き下ろしているということになっております。これを機会にぜひお手に取ってみていただけると嬉しいですという、ちょっとお知らせでございました。はい、
皆さん、ありがとうございます。あやさん、次のレクチャーも楽しみです。ありがとうございます。レクチャー楽しみです。よろしくお願いします。私もです。よろしくお願いします。ということでありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。ということで、その総額レクチャーのちょっと話ですけども、2023年度というのはですね、このステップアップコース、まあすでにもう総額していったり、あとはこう何ですか、もうすでにピアノをされている方がより引き出しを増やしたり、実践の場で、慣れていくためのステップアップコースというのと、また、初心者コースですね。初心者コースというのは、どんなものだったかというと、これからピアノを始めたい、昔10年前とかやってたけど再開したいとか、総額やってみたい、そういう方に向けた、コースとなっておりました。本当に感謝なことにですね、2023年たくさんの方々と、アーカイブでですね、本当に見てくださって、いた方もたくさんおられますけども、共に学びの時間をですね、ここまで今第9回ですけども、持てていることを本当に、感謝いたします。でこの来年度ですね、2024年度はですね、このどういうふうに発展させていくかということなんですけども、そういう2コースには分かれずに、その実践、曲の実際こうアレンジとか、あとはそういうもう実践メインの、コースと、それから永井先生による個人のですね、レッスンみたいな感じでですね、企画を進めております。また詳細をですね、皆さんにとりわけまたレクチャーにご興味のある方、またご参加いただいている方にいち早くお届けしたいというふうに願っております。ぜひこちらもお楽しみにしていただけると幸いです。そしてですね、いやーなんかやりたかったんだけど結構バタバタしてたり、ちょっとなんかタイミングとか都合が合わなくて、今まで総額レクチャー見送ってたっていう方もいらっしゃると思うんですね。その方に向けてはこう過去のですね、このこれを見ればここが分かるようになるっていうようなですね、こううまいことこうセットメニューとかみたいな感じでですね、今の自分のこう状態とか、あるいはこうニーズに合わせて好きな場所で好きなタイミングでその総額の学びを進めていただけるような形をさらに2024年は取っていきたいなというふうに、思っております。ここまでですね、本当にたくさんの方にご参加いただいて、またこの私総額はしないけど応援してます、お祈りしてますっていう方に本当に多く支えられて続けてくることができました。空鳥はですね、その賛美を世界に一人でも多くの方々に届けたいというふうに願っておりますけども、それをそれはやはりこの小さな私たちが一人で何かするっていうのではなくて、もちろんこの空鳥の BGM もそうですけども、皆さんが集っておられる具体的なそのそれぞれの教会で、あるいはご家庭で、その、まあ、ピアノとかキーボードを弾く人がいることによって賛美ができる、また誰かにそれが誰かの耳に触れることができる、そういうことだと思うんですね。現実問題、やっぱりですね、ピアノはあるけど弾く人はいないとかですね、始めてみたいけど教えてくれる人がいないとかっていうことはたくさんあるんですね。でもそういうところで少しでも
この空取りの総学レクチャーが具体的な形でお役に立てれば嬉しいなというふうに願っております。2024年、そのことをですね、改めて皆さんとお分かちしつつ、さらにこの総学レクチャーもですね、その輪を広げていきたいなというふうに思っておりますので、こちらも覚えていただけると嬉しいです。皆さんありがとうございます。朝メロディーさん、今週末楽しみにしてますということでありがとうございます。こんにちは。すいません、これをお名前、ハンドルネームが私読めなくて恐縮ですけども、ご覧いただきありがとうございます。ちょっとだけ今の話で具体的なことを申し上げておきますと、その来年度のレクチャーの部分のその実践的なのって、具体的に何が実践的なのっていうと、今年ステップアップコースでやったその課題曲を皆さんにお渡ししてやるときに、具体的にその楽譜で吉野ルカアレンジバージョンの楽譜を皆さんにお送りして、どういうふうに考えてアレンジしてるのか、どういうふうなポイントでやってるのかっていうことをお伝えしながら、ちょっと解説じゃないですけど、それをやって、それを練習していただくことによって引き出しを増やす、総額の引き出しを増やすってことをやってきました。それをですね、ぜひこうメインのコンテンツというか主題として据えたいなというふうに思っております。すいません、ありがとうございます。みひろぎ、歌って読みます。ありがとうございます。教えていただいて感謝です。またスーパーチャットありがとうございます。嬉しいです。励みになります、非常に。なんかですね、本当にこの空取りラジオもですね、80回ですよね。80回ですけども、それこそ最初申し上げたように、80回も続けてきたとか、こう長くこう数えてやってきたっていう感覚はないんですよね。毎回毎回一つ一つ小さいことをですね、積み重ねてきて、またこうしてやっぱり皆さんが聞いてくださって、楽しくですね、お話しさせていただいているので、こう気づいたら80回、そういう風に続けてくることができました。思えばやっぱり空取りのこう、なんていうのかな、歩みっていうのもそういう感じがするんですよね。なんか例えばこの空取りを始めるときに、いつまでにどれぐらいとか、何年こういうことをやろうとかっていうですね、そういうなんかこうことを、もちろん目標とかは考えますよ、その時その時でも、その一方であんまりこうそういうふうには考えてやってきてないっていうことですね。そしてやはりその目の前の一つ一つの小さなことを、ある意味では淡々とやらせていただくことによって、気がつけばたくさんの方に聞いていただいていて、あるいは私たちの知らないところでその空取りの BGM を用いていただいていて、あるいはそれがどこかで、もしかしたら誰かの癒しになっているかもしれない、それがこう本当に感謝なんですね。100万人の福音の取材の時にもそういうお話をさせていただきましたけども、もちろんなんていうのかな、そういう今言ったようなことがあれば感謝だなとは思いますよ。ただそれは決して目的ではない。私たちはただできることを淡々とやって、ピアノが弾けて、そしてまたその賛美が身近にあるならば、そのできる小さなことを通して、それが結果として、あるいは副産物として
何か皆さんにそういう良いものが分かち合われているのであれば、それ以上のことはないなというふうに思ってます。メロンソーダさん、こんにちは。はじめましてですかね。ありがとうございます。聞いていただいて嬉しいです。そんな話でやはりですね、まあそれはこの空取りに限らず、どういうところで何をしていても同じだと思います。まあ上には上がいるし、いろんなことやってる人っていうのはいっぱいいるんですよね。でもその今自分の手にあるものを持ってできることをやらせていただく、難しいですけどね難しいですけども、そういう風にして空取りは今後もやっていけたらいいな、やっていけたらというかですね、まあやっぱりゆるっとってことですよ、そこは淡々とゆるっとやっていけたらいいなと思ってます。力入るとやっぱろくなことが起こらないですよね、多くの場合。それは何でもそうですけども、やっぱその頑張ることっていうと変ですけども、淡々とやることと頑張ることってイコールではないんですよね。やっぱりゆるっとしながら淡々とやるっていうのが一番私としてはこう理想とまでは言わないですけども、なんかいいななんて思ってます。はい皆さん、ありがとうございます。そんな、今日もですね、いろいろ総学レクチャーの話や、またですね、空取りの公式通販のセールの話といろいろお分かちさせていただきましたけども、また引き続きですね、よろしくお願いいたします。エミ斉藤さん、こんにちは。コロナ回復しました。皆さん祈ってくださってありがとうございます。何よりです。よかったです。なかなかね、こう何か残ったりとか症状が大変だったなところもあったのかなと、お察ししますけども、本当に感謝です。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとスケジュールの話をさせてください。今週末はですね、金曜日の配信は、私が担当させていただきます。そして来週月曜日は、通常通り月曜ラジオさせていただく予定です。そんな感じで、またですね、この今週もですね、なかなか寒暖差が激しそうですけども、ゆるっとゆるっと淡々とですね、皆さんとその歩みを共にさせていただければ、これ以上感謝なことはありません。はい、ということで、この辺で今日の、月曜ラジオ配信は、結びとさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございます。どうぞこの1週間もゆるっと良い1週間をお過ごしください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。